はい、じゃあ、はい、髪の毛を髪の毛の痛みが5分の1になる1号から白髪染め NB5 19g、 NB6 8g、 2液 150g で染めます。はい、はい、あ、みんなそういうふうにあれがあるのね。そうそう、その人によってね。そうそう、違うからね。何しろ染まってればさ、うん、そうだよね。あのなんと染めないでね、うん、あの先の方だけ黒くてさ、はい、染めない人もいるしさ、はい、ああ染めればいいのになと思ってそれは人のことだからね、うん、余計なこと言えないからね。そうそうね、うん、染めた方がいいですなんて言えない。ね、それは言えない。ね、勝手な小さな親切、大きな世界、ね、そう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 本当にそうね。ね、うん、それは確かにそう思うんだけど、大きな世界。そうそうそう、私の全体が白髪になっちゃったからね、はい、だけどまだ白くしたくないんだ、うん、もうちょっと。まあ、自分がさ動けなくなったらこうしょうがない、ある意味しょうがないよね、うん、人に迷惑がかかるからね、うん、いやだね。だけど動けなくなる時が来るんだよ、うん、そうだよ、それデイサービス行ってるとよーく分かる。そうなの、うん、いろんな人がいるんだよ。あ、そりゃそうだよね。ね、うん、そうだ、本当だ。まあいろんな考えの人いるから、うん、こういうね、テーブルがあってね、そこにみんなね、はい、こういくつもテーブルがあってさ、みんなそこで囲むようになってるの。はい。あと、車で送り迎えしてくれるだろ。はい。そうだから、どの車が先着くとは限らないでしょ。あ、それは分かんないよね。それは分かんないんだよ、うん、その人の迎えの、はい、乗せてる順序によるからね、うん、それで先行ったり、後になったりするでしょ。はい。本当ね、私はね、ここに座ってたんだからね。うん、ね、ああ、そういう人いるんだ。いるんだよ。ああ、なるほどね。ばあさんがね、はい。やっぱりばあさんだよね。そういう人いるんだ。いるんだ。それでね、どかなければね、どくまでね、うん、そうとそれにね、うん、応援団がつくんだよね、うん。周りの人がね、言う人がいるんだよ。何を言うの？